さあ、まずは今日のゲーム振り返ってみていかがでしょうか。はい、スコア的には、3対0のストレートだったんですけれども、境ブレイザーズは非常に力ありますし、この2週間先週は試合がしなかったんですけど、我々非常にいい準備ができていたので、今日はきっと勝てるかと信じていました。
まあ、今シーズンは初の顔合わせというところだったんですが、どんなことを対策立てられてきたんでしょうか。そうですね、あの外国人選手の2番の選手、また9番の迫田選手を重点的に、止めていく必要があると、通常抑えることが必要だという、準備をしてきたんですけど、あの期待以上のプレーを選手たちがしてくれましたし、本当に今日の、パフォーマンスに関しては100点だと思います。非常にあの立ち上がりからいいプレーも見受けられましたが、どこか印象に残っているシーンとかございますでしょうか。いやもう今日に関してはもうみんなが良すぎて誰っていうのが難しいんですけど、特にブロックとディフェンス、ブロックでシャットアウトするシーンだったり、それを抜かしたところに選手がしっかりといてそれをつないでいくっていうところも含めてみんな良かったです。さあそして今日もたくさんの方がこの会場に駆けつけてくださっています。最後では明日への意気込みと皆さんへのメッセージお願いします。はい、いつもサンバーズに熱いご声援ありがとうございます。我々ミノーで活動してますけど、これだけ多くの人に応援されて非常に嬉しく思いますし、皆さんの応援があって今日の勝利があると思いますので、ぜひ明日も大事な試合になりますので会場にお越しいただき、また明日も声援よろしくお願いします。ありがとうございました。山村浩太監督にお話を伺いました。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。さあそれではこの試合一番活躍した選手に贈られる、お疲れ様でした。まずは今日の試合振り返ってみていかがでしょうか。今日は本当に、サーブで攻めるということを、目標にやってきたんですけど、まあ、それが本当に成果として出てブロックとディグではめることができたので、そういう部分では良かったかなと思います。まあ、向こうも非常に高いディフェンス力だったと思うんですが、そのあたり何かこう心がけてプレーしたことはありましたか。はい、そうですね、やっぱり向こうの、まあ、リベロとして向こうのディフェンス力には負けないようにというのは心がけてました、ね、どうでしょう、これでまた連勝記録が伸びましたけども、8勝目ご自身の背番号、ね、どうですか、チームの雰囲気というのはいかがでしょう。本当に今みんなコンディションも良く最高のチームです。はい、で今日はたくさんの方駆けつけてくださってます。ではファンの皆様にメッセージをお願いします。今日もたくさんの応援ありがとうございました。まだまだシーズンは続きますが、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の VOM 藤永壮志選手にお話を伺いました。大きな拍手をお願いします。では藤永壮志選手には、こちらボールにサインをしていただきたいと思います。そしてこのボールを投げ込んでいただきます。皆様ご自身のお席からあのアピールをしてください。席の